俺の名前は、ハトリアッシ。ただの大学生や。今は、月に向かう宇宙船の中におる。すべては、この本を捨てるために。あ、お疲れ様です。お、来ましたか、イエモンさん。なんか今回のクプルフは個別保があると聞きましたが。ああ、まあ一応一区ありますけど、軽いやつなんで大丈夫ですよ。イエモンさんのはこれです。あなたは捨てた。何度も、何度も。あなたは数年前、オカルトにまつわるペーパーバック本を手に入れた。本のページ数はさほど多くないが、安価な紙と印刷でできており、表紙は色あせ、中身は虫に食われていたり、にじみ汚れによりほとんど読めない状態だった。1ヶ月近くかけて本を読み切ったが、そこには常識を覆すような神々の名前や、その者たちとの接触方法などが記載されていた。そして、解読を進めるにつれ、日に日に疲労が増し、日常生活にも支障が出始める。奇妙なことに、たとえどのような手段でこの本を捨てようとしても、翌日には必ず戻ってくるのだ。有名な霊媒師に相談したところ、その本は災いの元であると告げられた。そんな時、あなたはミスカトニック宇宙局が、全世界から宇宙へ向かいたいと願う、候補者の募集を行っていることを知る。ミスカトニック大学とつながりのある友人を経由し、あなたは今回の宇宙旅行の切符を手に入れた。って感じです。なるほど、本を捨てるために、コネでも潜り込んだと。で、月に行くことが決まってから、宇宙に行くための訓練がありまして。まあ知識もなしに行けませんからね。1年間訓練を受けたということで、宇宙飛行士として必要だと思う技能3つに、それぞれ30ポイントを振り分けることができます。ふむふむ、訓練が1年もあるってことは、学生とかの方が都合良さそうだな。あと、当然この本ってのは、いわゆる魔導書なので、読んだことによる3チェックがあるのと、この中から、3つの呪文を取得することができます。やばいやつばっかで草。じゃあまあ適当に上から3つもらっときますか。ハトリアッシ、22歳、学生、大阪出身、広島の大学に通っている。親が阪神ファンで、その影響を受け野球観戦が趣味。現在広島に住んでおり、周りはカープファンだらけ。なので自身が阪神ファンであることは隠している。おしゃべりで態度もでかく口も悪いが、これは小心者の自分を隠すためである。てな感じです。あとは、訓練で取った技能3つ、何取ったかだけ教えてください。あ、自分は、電気修理とコンピューター、天文学に振らせてもらいました。了解です。コテコテの関西弁キャラです。お願いします。ビバとは、イタリア語で万歳を意味し、直訳すると、生きよ、という意味である。スペインでは、今ここで生きていることを喜んでいる、ということを表している言葉だ。探索者たちは、1年間の訓練を終え、宇宙船ビバ号に乗り月へと向かった。発射は見事成功し、窓から見える景色に、さぞかし圧巻されたことだろう。生命を育む母なる星、地球、それはまさに、この世の全ての奇跡を表していた。宇宙は果てしなく続き、どのような映像技術を用いても、再現することができない世界が広がっていた。地球を離れて3日目。月面到着まであと少しだ。残り5時間で、月に到着いたします。共用スペースに集合してください。AI 音声のアナウンスに従い、探索者全員が共用スペースに。なんかヤバいやついるぞ。今日はこれでいきます。さすがにで大きすぎる。ちなみに当然ですけど、1年は一緒に訓練してるので、すでに知り合いですからね。扱い方がわからなすぎる。共用スペースに着くと、今回の、ビバ号宇宙旅行のガイド役である、グレート星崎、そして AI ロボットの太郎が待っていた。この二人は元宇宙飛行士で、今はミスカトニック宇宙局で働いてます。なるほど。皆さん、もう少しで月に到着いたします。着陸時は大きく揺れますので、月面着陸の準備のため、2時間後にもう一度ここに集まるようにお願いします。それまで各自、もうしばらく自由にお過ごしください。なんや、まだ2時間もあるんかいな。マーチンさんへの近況報告などは、私からお伝えしておきます。何か不明な点や、体調について異常があればすぐにお伝えください。ちなみにマーケントは、ミスカトニック宇宙局で働いている研究員で、皆さんに訓練指導をしてくれた人ですね。話したい場合は、宇宙船から通信機を使って連絡を取ることができます。なるほど。そして、グレイが要件を伝え終えると、星崎は共用スペースを出ていきました。というわけで、ここから自由時間になります。月に到着するまでの間、一人2箇所まで、宇宙船内を探索することができます。探索場所は以下の通りです。ただし、赤い部屋にはそれぞれカードキー認証が必要であり、他の人の部屋には勝手に入れないようになっています。つまり、調べられるのは、廊下か倉庫か共用スペースの3つってことか。それともう一つ、自室に戻って仮眠を取ることもできます。その場合、情報は出ませんが、1D2 の産地を回復できます。ごさやな、自分は寝に行きます。他の人はどうしますか？まあ、ヤッサンも自室戻るかな。寝てては廊下かな、自分も廊下で。ヤッサンと熊田が自室で。伊藤と前川が廊下と。いや、姉は倉庫に行きたいです。わかりました。では、それぞれ描写に入ります。自分ら、2時間後やからな。遅れんなよ。それだけ言って自分の部屋に戻ります。では、ヤッサンは自室に戻ってきました。アイデアをどうぞ。成功ですね。
では、あなたは、本が勝手に移動していることに気がつきます。3チェックです。うわ、この本、また勝手に移動しとる。成功なので現象なしです。まあ確認する手間は省けたか。ちなみに何かしますか？もともと本の確認だけするつもりだったので、することなくなったら寝ますかね。わかりました。では、仮眠を取ったことで産地が回復します。じゃあ息回復してください。ということでヤスさんは、月に着くまでの2時間、しっかりと仮眠を取ることができました。間もなく、着陸態勢に入ります。乗組員の皆さんは、共用スペースに集合してください。二度目のアナウンスが鳴り、あなたは目が覚めました。はあ、もうそろそろか。共用スペースに向かいます。共用スペースに行くと、ちょうど他のメンバーも集まってきていました。共用スペースには、大きな揺れに備えて、安全ベルトがついた席が用意されており、皆さんはその席について、着陸の瞬間を迎えることになります。なんや。大きな揺れが数秒続きますが、徐々に安定を取り戻し、機内に様々な電子音がせわしなくコーラスする。びっくりした。あんな揺れるんかいな。最後に空気が抜けるような音が緩やかに響き、月面を覆うレゴリスを巻き上げながら、宇宙船は無事着陸した。グレート星崎は安全を確認し、皆さんに、無事に月へ着陸することができたと説明します。お疲れ様でした。無事月面に到着です。いやー、ようやくかいな。皆さん、自由時間はどのようにお過ごしでしたか？自分はダンベルを枕にして寝てました。自分、頭の形変形してまうで。私も、部屋に戻って寝てたわ。あれ、そうなんですか？オリビアさん、途中倉庫に来てましたよね。そうなんだ。そうね、ちょっと倉庫一回見てから、その、星、を眺めてました。なんか言ってることが二転三転してるけど。あ、そうだったんですね。まあとにかく、せっかく月面に着いたわけですから、ミスカトニック宇宙局が用意した、この最新型の宇宙服を着て、実際に船外に出てみましょうか。そしてここで、AI ロボットの太郎が、地球からの通信を受信しました。と言って、モニターにマーケントのビデオ通話が映し出されます。皆さんお疲れ様。無事、ビバ号は月面へ到着しました。おお、マーケンさんやん。大きな問題もなく、ここまで来れてよかった。そっちは昼なんですね。ちょうど昼ですよ。そちらはずっと夜ですからね。生活リズムを狂わせて体調を崩さないように注意してください。さて、出発からここまで、ずっと船の中で過ごし、ストレスを感じてきたと思います。初日は退屈せんかったが、さすがに飽きてきたわ。全然そんなことないですけど。船外活動を希望される方は宇宙服に着替え、グレイさんと星崎さんの指示のもと、安全を優先して楽しんでください。そしてマーケンは、宇宙服の説明と、船外活動での注意事項を呼びかけてきます。本来、通常の宇宙服は120キロの重さがあり、一人での着衣には時間がかかります。しかし、今回の宇宙服は、通常と変わらない性能であるにもかかわらず、重さ約30キロになるまでの軽量化を実現しました。すごい、軽い。ま、月の重力は、地球の6分の1やからな。この宇宙服も、5キロ程度にしか感じひんわけや。そうですね、1年間訓練してきてるので、そこら辺の知識は身についてて大丈夫です。そんな知識で威張られてもな。さらにマーケンは続けます。それと、いい場について注意事項が3つ。1、ガイドの目の届く範囲にいること。離れすぎると緊急の場合に対処できなくなる可能性があるので、なるべくクレイさんと星崎さんから離れないようにしてください。2、危険を感じたらすぐにその場を離れ、誰かに連絡し、その状況を共有すること。宇宙では一つの判断ミスが命取りになることもあります。常に冷静で迅速な判断ができるように心がけてください。3、一人で行動せず2人以上のペアで行動すること。ガイドが2人しかいない以上、面倒を見れる範囲にも限りがあります。常に安全を最優先して行動してください。では、以上の3点を踏まえ、十分にお楽しみください。私からは以上です。そう言うと、ビデオ通話が終了します。前川蓮、26歳、エンジニアやってます。佐渡大学システム工学部卒で、現在は会社勤めなんですが、いい機会だからということで、この宇宙旅行に応募しました。会社からは特別に休暇もらってます。1年も休みくれっつったら普通クビだけどな。まあまあ、それだけ優秀なんですよ。宇宙飛行士としての技能は、目星、物理学、天文学、を取りました。OK です。よろしくお願いします。というわけで、皆さんはこれから、宇宙服を着て、月面の探索を行います。ほな伊藤さん、一緒に行きましょう。一緒に行くか、自分もそこ混ざっていいっすか。ちょっと待ってよ、私も一緒に行きたいわ。あ、じゃあもう、全員一緒でいいんじゃねえか。じゃあ5人で行きましょう。わかりました。ちなみに、持ち物なんですが、軽いものなら持ち込み可能です。これ、絶対俺に向けてのアナウンスやん。とりあえずこちゃで申告するか。じゃあ、バレないように工具箱か何かに忍ばせて持っていきます。了解です。ただ、本を捨てる場合、ガイドの目を盗んで捨てなければなりません。一緒に同行している探索者がいる場合、隠すの技能に成功しなければ本を捨てたことが発覚してしまいます。捨てるときは、また個別メッセージでお願いします。当然、遠ければ遠いほど気づかれにくいです。了解しました。
扉が開き、宇宙服を身につけた探索者は、月へと一歩を踏み出した。クレイは、探索者たちと共に船外に出ますが、宇宙船の近くから離れることはありません。星崎に至っては、宇宙船の中で待機しています。というわけで、探索のルールを説明します。探索できるのは、マップの5箇所。宇宙船から10メートル離れた場所が1、20メートル離れた場所が2、という感じで、数字が大きいほど、宇宙船から離れることになります。はい。また、時間的に、今回探索できる場所は3箇所までとします。はい。はい。では、とりあえず、全員一緒に行動するということで、どこに行きますか？まあ1でいいんじゃない？とりあえず近場から行きたいね。うむ。では、全員で1に行くということで、全員アイデアを振ってください。一人だけ失敗してる人がいるな。成功しちゃった。では、前川以外の4人は気づきました。一瞬、果てしない宇宙の彼方が、脈打つように跳ね上がったことに。生唾を飲み込み、上下運動を切り返す皮膚が、宇宙に張り付いているようにも見えた。ただ飲み間違いだろうか。3チェックです。これ、自分は気づいてないんだよね。そうですね。前川は気づいてません。な、あれ？まだ宇宙酔いしとるか？今なんか、宇宙が動いたように見えた気が。気のせいじゃない？いや、私も動いたように見えた。アメちゃんもか。俺も動いたと思う。宇宙も、筋トレしてるんですね。あはははは、それはようわからんけど。まあでも、そんなこと気にしてもしょうがないよ。それもそうか。では、1の探索はこれで終わりました。2ターン目の行動を宣言してください。もちろん、ここから分かれて行動することもできます。自分は順番通りにかな。俺も2だな。じゃあ自分はもうちょい1にいようかな。アメちゃんは一緒に2かな。ヤッサンも、2についていきますね。あ、一人になった。ではそれを見て、クレイから注意が入ります。離れないでください。さ。ああ、じゃあしょうがないな。2についていきます。はい、では、5人は2に移動しました。そしてここで、また全員アイデアを振ってください。また嫌な予感がするぞ。あ、また失敗してるわ。では、前川と伊藤メテオ以外の3人は、レゴリスが舞った時、粉塵をまとうように、空気が不自然に揺らぎ、キラキラと輝いているように見えました。これによる3チェックなどはありません。これは、すごい景色やな。めっちゃ綺麗だわ。そうか、こんなもん横浜の夜景と変わらんぞ。夜景って、あんたな。そうですよ、これはここでしか見れないんですから。さっきは宇宙酔いでもしたかと思ったけど、まあ多分、気のせいやな。自分ら、仮眠取ってきて正解でしたね。ではここで、前川と伊藤メテオは、1D100 を振ってください。怖すぎるんだけど。ああ、では、特に何も起こりませんでした。このまま何も宣言がなければ、次のターンに移ります。はい。問題ないです。3ターン目、最後の月面探索です。じゃあ3に行きます。順当ですね。ちなみに、3以降は宇宙船からの視認が難しくなります。逆に言えば当然、こちらからも宇宙船が視認しづらくなるということです。じゃあまあ自分も3についていくかな。で、着いたらカカスチャレンジで。オーケー。順当に3だな。みんなについていきます。じゃあ全員3に行くってことかな。やっぱり自分だけ急に走り出して、4まで行こうかな。オッケーです。では、まとまって動く4人を傍らに、前川は1人で4まで走っていきます。ちょ、自分何してんねん。前川に対して、他に何かしますか？いや、返答がないならもうほっときます。わかりました。では描写に移ります。まずはアイデアをどうぞ。成功するねー。では、ヤッサンと伊藤メテオは。黒く、どこまでも伸びる宇宙を見上げれば、形容詞がたい感動とともに、不安が押し寄せた。気を抜けば、途方もない闇に精神をつまみ出されてしまいそうだ、と思いました。3チェックです。もう、またかよー。じゃあ失敗で1減ります。1ならセーフか。それにしても、宇宙の広大さに比べると、自分のちっぽけさを思い知らされるな。やあ、1D。ちびって、この中で一番背高いの俺なんやけど。では、また 1D100 を、次は全員振ってください。もちろんシークレットで。まあ言っちゃうか。この出目が、幸運より高いか低いか教えてください。低いです。はいはい。あ、じゃあ、今のところ何もないですね。全員成功してたんだ。イエロンさん、ヤッサンの確率はいくつですか？ 40 ですね。では、30% の補正を乗せて判定します。成功です。誰にもバレずに本を捨てることができました。ちなみにここから前川の姿は見えますか？確かに、それ気になるね。まあ、周りをキョロキョロしてるのはわかるかも。目星とかで何してるかわからない。まあこれは、お互いに探索してる状態なので、目星まで振る余裕はなかったということで。ああ、確かにそっか。そして、ここで全員、アイデアをお願いします。また？次はなんだ？やべ、やったわ。ここでファンブル。とりあえず、成功した4人の描写から。宇宙を見上げたとき、どこまでも続く闇に、拭えない違和感から、湧き出す恐怖心に心が駆り立てられる感覚に陥る。何かと目が合ったときのように緊張が走り、鼓動が早まる息苦しさを覚えた。3チェックです。ならむしろ失敗してよかったな。では、減らしておいてください。そしてここで、突然、宇宙船から、不具合や危険を知らせる警告ランプの光が見えます。あれ、これやばくない？通信機で応答しても反応はなく、外に出ていた、クレイの姿も見当たりません。ガイドさん、そっちで何があったんや？あかん、反応ないわ。早く戻りましょう。では、ここで全員聞き耳をお願いします。初期組全員失敗、当然すぎる。成功した前川とオリビアは、どこからか、かすかに笛のような高い音が聞こえる。注意して聞いてみれば、まるでこの場全てを包むように聞こえてきます。
無意識に上空に意識が向くものの、これ以上音の原因をつかむことはできません。そして4にいる前川は目星をどうぞ。成功した。では前川は自分の近くに灰鶴何かしらの存在を感じます。サンチェックのお時間か。ふふふ。その姿は灰色がかった白色の油切った肌で、まるで目のない引きがいるのようだった。曖昧な形の花面の先にはピンク色の短い触手が固まって生えている、そんな化け物が近くに立っていました。サンチェックです。よし、成功。前川はどうしますか？じゃあ、3まで逃げます。おいおい連れてくるなって。4人の元に、前川が走ってきます。お前ら、逃げろ。そう言われて振り向くと、前川の後ろに、化け物が迫ってきていました。サンチェックどうぞ。うわ、なんやこいつ。失敗で HD8 の減少です。あ、最初1だった。そして化け物は、探索者たちに向かって襲いかかってきます。うわ、自分何連れてきてんねん。化け物は、オリビアに狙いをつけます。そこは前川でいいだろ。完全に巻き込まれた。化け物はどこからともなく槍を取り出し、それを振るってきます。成功です。オリビアは回避を振れます。ダメだ、死んだかもしれない。では化け物の槍が命中します。宇宙服越しにその衝撃を受けます。ダメージは4点です。痛い。アメちゃん、あれもこれも全部前川が悪い。これはもう仕方ないよ。それではここからデックス順の行動となります。前川から、ステイってできます？他の人の行動を待ってからみたいな。最後に行動したいってこと？まあ連れてきちゃったし、タゲ分散のために。わかりました。じゃあ熊田のターン。これって応急手当てできる？この場で？さすがにできないと思うけど、一応聞くだけね。まあできないですね。宇宙船に戻ることが先決ですよね。じゃあアメちゃん担いで逃げるってのはできる？それするなら STR とサイズの対抗ロールになりますね。ああそっか、これどうしよう。月の重力は小さいから、それで補正もらえるのでは。あ、確かに。じゃあ成功値にプラス20していいですよ。成功値はいくつだ？熊田の STR いくつですか？ STR は13ですね。オリビアのサイズは8です。じゃあ成功値75の補正ありで95以下。成功した。了解です。熊田はとっさにオリビアを担ぎ2まで移動することができました。ありがとう直樹くん。これでオリビアもターン消費したという扱いで、伊藤メテオのターン。同じく2まで下がります。では伊藤メテオも2まで戻りました。そしてここで化け物にターンが回ります。攻撃対象は伊藤メテオ。こっちまで来るのかよ。化け物は槍を投げます。槍は伊藤メテオに命中しました。6点のダメージ。一定。残るはヤッサンと前川ですが、まあ戻るしかないよね。自分も戻ります。でこれもう一回自分のターンですよね。まあそうなりますね。あ、ズルしようとしてると言われてもすることないんだよな。どうせ先に進んでも狙われるみたいだし、運も下がるか。1に戻るでよかったですか？そうです。前川は1に走っていきました。続いて熊田、オリビアの2人。これはまた対抗ロールかな。いや、1回担いでるので大丈夫です。何するかの宣言だけもらえれば。1に逃げます。熊田も前川に続きました。伊藤メテオ、死んだりは任せた。ヤッサン、1に走ります。了解です。では化け物の攻撃対象を決めます。対象はヤッサン。本当にしんがりやらされてる。分散してよかった。だーもう走るの苦手やねんて。お、これはじゃあヤッサンは化け物の槍をひらりとかわしました。うわ危な。ヤッサン、そのまま1まで走ります。では全員1までたどり着いたので、そのまま宇宙船に乗り込み化け物から逃げることができました。どうも、熊田直樹です。24歳、無職。無職？就職氷河期中、五感だけに白熊に憧れ、氷河期の中、自分のことを白熊だと思うよう、日々筋トレなどをしてメンタルを保っている。ちなみに就職氷河期には負け、大学卒業をそのままに移動していましたが、家を出て行ってほしい母が今回の宇宙旅行に勝手に応募、それが無事当選して今に至ります。訓練では、コンピューター、応急手当、歴史を主に勉強しました。正直、という技能間違えたと思ってます。よろしくお願いします。まあまあ、いいでしょう。この見た目で一般人枠さ、お笑い芸人とかにすればよかったのに。街中のインタビューで、バキバキ無職です。って答えたのをきっかけに、みたいな。はっはっはっは、確かに、それめっちゃおもろいな。ただ、どうしても、就職氷河期って単語を入れたかった。そこなんだ。その結果とんでもない化け物が、夜道でこれに出会ったら通報するだろうな。よろしくお願いします。皆さんが宇宙船に戻ると、船内のシステムがいくつか停止していることに気がつきます。全員目星振ってください。なんか初期で成功したわ。危な、危うくファンブルだった。成功した。ヤッサン、伊藤、オリビアは、小さな足跡を発見します。あれ、なんか足跡がある。足跡は途中で途切れていて、跡をたどることは難しいでしょう。何の足跡かしら？何の足跡かはわかりません。これは、外からなんか入ってきたんか？あ、でもそういえば、私、自由時間に倉庫を見に行ったんだけど、その時星崎さんが、そういえば最近、宇宙食の箱が勝手に開けられてることがあるんだが、何か知らないか？って言ってたんだけど、もしかしたら、宇宙船の中に何かいるんじゃ。足跡は外から来たのか、もしくは中から出たのか、ってのは判別つきます？そうですね。じゃあ知識の半分で。これは全員振っていい。
これは足跡に気づいた人かな。成功した。ヤッサンは足跡の周りに月の砂が落ちていることに気づきました。おそらく元々中にいたのが一度外に出てまた戻ってきたと推測できるでしょう。でもこれ周りにレゴリスが落ちてるから外から入ってきたんちゃうか。それか中におったのが一回出てまた入ってきたか。どっちにしても船内に何かいるってことか。そういえば応急手当てって触れるの？ああ、船内なのでもう触れます。じゃあ姉ちゃんに振ります。そういえば姉ちゃん大丈夫だった？成功しました。ありがとう直樹くん。おかげで痛みも良くなったわ。クマダの筋肉を用いた治療、超回復の理論を利用した治療で痛みが和らぎます。さ、伊藤くんには自分が手当てしますよ。いや別に自分でできるけど。ほら見ろ失敗してるじゃねえか。伊藤メテオは前川の治療を受けますが痛みは収まりません。あれそれ筋肉式的には間違ってる気がするけど。といったところでここからまた探索パートになります。現在地はここです。じゃあ自分は共用スペース調べに行きます。自分は星崎の部屋行ってノックしてみるかな。この状況ならガイドを探しに行きたいはずだからヤッサンは熊田について行きます。ちなみにこれさっきみたいに仮眠して HP 回復したりしない？ああ回復してもいいですがその場合は2ターン眠っててもらいます。他の人が2箇所探索し終えたら目を覚ますという形で。2ターンか、悩むな。回復量は 1D2 です。わかりました。寝るのはやめて管理室を調べに行きます。前川はどうしますか？自分は倉庫に行きます。これで合ってるかな？はい、合ってます。大丈夫、合ってます。ひとまず俺はガイドさん探しに部屋行ってみるわ。あ、自分もついていきます。私は停止したシステムを復旧できないか管理室を見に行ってみるわ。俺は生き物が気になるから倉庫に行ってみようかな。じゃあ俺は共用スペースでも調べておくか。なんかあったら共用スペース集合で。では5人は各々が調べたい場所に向かいました。星崎さん、返事はありません。返事ないな。いないみたいですね。ほんまにどこ行ったんや。これ試しに俺らのカードキー刺してみても開かへんやろか。ヤッサンは試しに自分のカードキーを通してみますがドアは開きませんでした。そらあかんか。こうなったらこの鍛えた拳で。それが得策じゃないことだけはわかるけど今はそんなこと言うてる場合ちゃうからな。俺も手伝うで。え、あ、本当にやります？っていうかそもそもできるの？まあやるなら STR 対抗ですかね。あ、できるなら面白そうだからやるか。ヤッサンは STR10 です。熊田は13。合計23でサイコロは私が振ります。力を合わせて扉をこじ開けようとしますがびくともしませんでした。まああかんわな。どうしましょうね。とりあえずここは後回しにして他の場所調べるしかないか。じゃあ一旦共用スペース行きます。確かに誰か戻ってきてるかもしれへんしな。二人が共用スペースに戻るとそこには顔に傷を負った星崎と伊藤メテオの姿が。あ、ガイドさん今までどこに？ってその傷は。すまない今までここで我を失っていてな。伊藤さんに殴られて我に帰ったところだ。何やってるんですか伊藤さん。ダメですよ筋肉をそんな風に使っちゃ。言葉が通じねえなら拳で分からせるしかねえだろが。自分も手を出してしまったし怪我も大したことないからいいんです。とにかく何があったか話してくれ。あ、でもその前にみんなが帰ってくるのを待った方がええんちゃいます？同じ話何回もするの面倒いでしょ。それは確かにな。ってことは他の全員は無事なんだな。まあガイドさんたち以外は全員戻ってきてます。ちなみにもう一人のガイドさんはどこ行ったんですか？いやすまねえ、さっきまで太郎で連絡を取ろうとしてて他のとこまで気が回らなかったから。クレイが今どこにいるかはわからねえんだ。そうですか。ここから他の人が揃うまで何かします？なければそこまでシーン飛ばしちゃいますけど。そういえばガイドさん、さっき太郎で連絡を取ろうとしてたって。取ろうとはしたんだがどうやら壊れてるっぽくてな。お手上げって感じだ。星崎はそう言って太郎を持ってきました。修理は何の技能を使えばいいですか？修理には機械修理が必要ですね。じゃあ機械修理振っていいですか？どうぞ。成功ですね。ではヤッサンの適切な修理により太郎は起動します。お、これで治ったんちゃうか。お、やるやん。これで連絡が取れるんですね。いや、通信は試みたんだが連絡は取れなかった。え、じゃあ何のために直したん？まあ一応、太郎で調べ物とかはできます。事件当時の映像とか録画されてないんですか？そのような機能は備わっておりません。マニュアルに沿ったような答えが返ってきます。乗務員の位置を検索。そのような機能は備わっておりません。クレイさんはどこにいる？そのような機能は備わっておりません。お前何ができるんだよ。太郎を叩きます。ちょっと叩いたらまた壊れるて。ではそれくらいのタイミングでオリビアと前川が戻ってきます。伊藤メテオだ。カイジだ。伊藤ってそういうこと？職業ギャンブラー、中卒で自動車工場に勤務しています。バイトから始めて正社員になりました。宇宙飛行士として取ったのは物理学、コンピューター、あと一つが機械修理かな。なるほど、了解です。お願いします。これで一応全員揃ったか。よし、じゃあ話してくれ。そういえばもう一人のガイドさんはどうしたんだ？それさっき聞いたわ。それも含めてもう一回話してもらえるか？わかった。まずクレイの居場所についてだが、これはさっきも話した通り太郎の通信で連絡を取ろうとしてたからクレイのことまで頭が回ってなかった。
だから、グレイがどこにいるかは俺にもわからない。なるほど。そして、俺が取り乱した理由なんだが、この宇宙船には、片道分の燃料しか積まれていなかったみたいなんだ。なんだって、なんだって。は？そしたらどないして帰るねん。いやそう、だから帰れねえって思って取り乱してたんだ。ほんまに言うてんのか。あの、私も一ついいかしら。アメちゃんどうしたの？それは、さっき管理室で見つけたんだけど、ここの酸素は、あと数時間しか持たないわ。はあ、なんだって。どうせもう帰られへんねん。酸素があっても結果は変わらんやろ。これらを聞いて、皆さんは正気度が減ります。3チェックです。みんな失敗でくさ。思ったより減少値少なくてよかった。ちなみに具体的に、どれくらいでなくなるとか、それはわからないですね。まあそりゃそうか。なんか怪しいと思ってたんだ。5年前、俺の兄貴とクレイの姉が乗ってた宇宙船が打ち上げられた。報道では、無事帰還したと伝えられたんだが、その後、俺の兄、クレイの姉ともに、連絡が取れなくなっちまったんだ。そんな。宇宙局からは、今回の打ち上げは必ず成功すると聞かされていたが、どうしてこんなことに。地球と通信は取れないのか？試しては見たんだが、繋がらなくてな。お母さんの応募でこんなことに。お前の場合、手のいいユバステ山みたいなもんだろ。とりあえず、クレイさんの部屋を探してみないか？もしかしたらそこにいるかも。だが当然、クレイの部屋に入るにはクレイのカードキーが必要だぞ。力ずくでなんとかならないかな。さっき、熊田さんと二人でやってみたけど全然あかんかったぜ。ただ、何かしら探すのには賛成や。ぼーっと待っとっても、死ぬのを待つだけやしな。あと調べてないのは、操縦室くらいかしら。一回、見に行ってみません？あそこは、俺かクレイのカードキーがないと開けられない。調べに行くなら、渡しておこう。そう言って、カードキーを渡してきました。あれ、ガイドさんはこうへんのですか？俺は引き続き、太郎で連絡が取れないか試みてみる。もう壊さんといてくださいよ。ああ、もう大丈夫だ。では、皆さんは操縦室へ向かいました。中に入れば、コックピット内には席が5つあります。ここで、重機械操作、もしくは、伊藤の道式で振ることができます。重機械操作誰も持ってねえわ。じゃあとりあえず知識振るわ。あぶね。では、伊藤メテオは、すべてが AI などのシステム操作で動いており、発射から、一度の着陸までしか設定されていない、ということがわかります。うわぁ、最悪や。この宇宙船にはもともとパイロットも乗っておらず、現在のような緊急時でも、確実に操作できる人がいない、そんな状態に置かれていることを理解するでしょう。3チェックです。これ、漂流した方がいい？それはもう任せますよ。じゃあまあ漂流するか。おいおい、この船オートパイロットじゃねえか。このままじゃ、もし燃料が見つかっても運転する人がいねえぞ。じゃあ他の4人も3チェックで。みんな失敗しすぎだろ。ゴリゴリ減ってく。もはやここまで来たら、パイロットなんていなくても変わらんやろ。そして、通信機があることにも気づきます。緊急時にもかかわらず、マーケンからの連絡が来ていません。マーケンさん、黒幕か？この通信機に対して、聞き耳マイナス10、機械修理、もしくは電気修理、このいずれかで振ることができます。あ。イエモンさん、これはまずい気がするぞ。とりあえず成功した4人、通信機から、不思議な音楽のような音が聞こえます。なお、その発信源が地球からではなく、宇宙からのものだとわかります。そして、成功した伊藤メテオは、続けて、奇跡またはオカルトで振ることができます。じゃあ奇跡で振ります。成功したら3機減りそうだから失敗ダメだ成功したわ。では、伊藤メテオは、アポロ宇宙飛行士が、月で聞いた奇妙な音の話を思い出す。アポロ10号には、3人の宇宙飛行士が乗船していた。宇宙飛行士たちは、地球のものとは思えない音楽が聞こえる。聞いたことがない音だ、と何度も繰り返した。この音は約1時間も流れていたらしい。現状と類似する状態に、自然と緊張や寒気が漂う。お察しの通り、3チェックです。そんな気がしたんだよな。はい、失敗。そろそろ不正入りそう。チキンレース始まってる。音が聞こえるってことは、月に別の生命体がいるんじゃ。だったら、こんなとこで時間を潰すより、宇宙船の外を探索した方がいいんじゃないか。あんなバケモン見た後に外出るっちゅうんか。するのは勝手やけど、俺は協力せえへんぞ。まあ外に出るのは、中を全部調べた後でも、倉庫と廊下がまだだったかな。あ、そうだ忘れてた。さっき倉庫に行った時、奥に扉があったんだ。星崎さんに聞きに行こう。では、星崎に聞きに、共用スペースに戻りました。星崎さん。なんだどうした？さっき倉庫の奥に扉を見つけたんだが、あれは何の扉だ？ああ、あれか。あそこには確か、宇宙船に関する資料とかが入ってたような気がするが。中を見ても大丈夫か？まあこんな状態だしな。俺のカードキーがあれば開けられるはずだ。そういうことなら、倉庫調べに行きましょう。そんな大人数で行っても意味ないし、手分けする意味も込めて、廊下でも調べに行こうかな。あの小さい足跡も気になるしな。ああ、そのことなんだが、これ言うと混乱する思って黙ってたんだけど、あの足跡は多分、俺が連れてきた宇宙猫のものだ。何言ってんだ？猫かどうかはわからんが、そんな感じの宇宙人を拾ってな。
そいつをなんとか返してやろうと思って連れてきてたんだ。ただ、目を離した隙にいなくなっててな。お前本当に何言ってんだ？じゃあ倉庫の飯漁ったのもそいつか。まあだから、もし猫っぽいのを見つけたら教えてくれ。いや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 、お前、自分が連れてきたんやったら、責任持って自分で探しに行かんかい。とんでもない爆弾発言だな。お前、宇宙人なんて持ってきたのか。一人でいるの怖くなってきちまったな。俺たちはここにいて大丈夫なのか？大丈夫大丈夫。宇宙人といっても、カバンに収まるようなサイズなんで。サイズの問題ちゃうやろ。ええから一緒に来い。わかったよ、しょうがねえな。じゃあ、ヤッサンと前川がろうか。他はみんな倉庫ってことでいい？私、ちょっと疲れたから、部屋で休んでいいかしら？まあいろいろあったからな。わかりました。では、星崎が言います。やっぱり一人になるの怖いから、俺も自室に戻らせてくれないか？部屋だけ開けたら、カードキーはまた返すからよ。どうしますか？まあいいんじゃないか。どうせいてもいなくても変わらんしな。さすがにくさ。では、星崎は太郎を連れて、自室に戻りました。廊下に来たヤッサンと前川ですが、しばらく歩いていると、木生草さに足が止まる。おっと。一歩、一歩と踏み出す足が徐々に重くなっていく。見えた先の景色に、嫌な予感が的中します。床と壁は赤く染まり、勢いよく大きく赤は、惨状の激しさを物語っている。そこには、負傷したクレイが倒れていた。オリビア・M キャンディー、15歳、高校生です。オリビアって読むのね。日本人じゃないんだ。アメリカ出身です。学校に日本人の友達がいて、ニックネームがアメちゃんです。あ、それがやりたかっただけか。で、宇宙旅行に行けるとのことで応募したら、まあ、優秀なので受かってしまった、という感じです。宇宙飛行士としての技能は、医学、心理学、博物学、です。周りのキャラが男ばっかりで不安ですが、よろしくお願いします。ということで、ヤッサンと前川がクレイを見つけたところから、クレイは右肩を負傷しており、失血がひどいようです。まだ息はありますが、止血しなければ危険な状態です。大丈夫かガイドさん。はよ手当てせな。前川さん、あんた応急手当てできるか？なんとかやってみる。では応急手当てどうぞ。ダメだ。さっきから出目高いな。では、前川の手当ての甲斐もなく、間もなくして、クレイは説明しました。短い期間ではあるものの、この数日間、同じ船の中で共に過ごした仲間の死に、少なからず動揺することでしょう。サンチェックです。そして二人とも、アイデアを振ってください。二人とも成功ですね。それでは、クレイのそばに落ちたカードキーと、小さな獣の足跡を発見します。これ情報共有したのミスったか？前川さん、これ、ほんまにあんたが連れてきた猫、人を襲わへんのやろな。いや、わからねえ。まあ、もう怒ったことは仕方ないか。こういう時は、現場検証用に写真とか撮った方がええんかな？みんなに直接死体を見せるわけにもいかんしな。スマホで何枚か、現場の写真撮れますか？それくらいなら、機能なしで大丈夫です。ヤッサンは、この現場を何枚かの写真に収めました。これくらいでええやろ。じゃあ他の被害者が出る前に、報告しに行きましょう。そうだな。共用スペースに戻ると、3人とも戻ってきていました。あれ、みんなもう戻ってたんか。今、倉庫の奥にあった資料を読んでるところです。そっちはなんか見つかったか？その前に、星崎さん呼んでくるわ。それもそうだな。じゃあ星崎も呼んできたということで。どうした？何かわかったか？いやそれが、クレイさんの死体が見つかったんだ。は？どういうことだよ。死因はわからないんだが、肩から血を流して倒れてた。手当てしようとしたんだが、間に合わなくてな。応急手当てさえ失敗してなければ。近くにこれが落ちてました。そんな。星崎はかなり怯えている様子ですね。廊下で見つけたのはそれくらいや。こっちは、倉庫から、宇宙船に関する資料と、救急時の操作マニュアルを見つけた。え、ってことは、無事に帰れるんか。内容は自分で読んでくれ。緊急時のマニュアル。宇宙船が機関不備を起こした場合、操縦席に備え付けられている、緊急脱出ボタンを起動させること。ボタンを起動すれば、門を経由し、地球へ帰還できる。ただし、移動には莫大なエネルギーを必要とするため、一度ドリームランドを経由し、最短経路で帰還しなければならない。要するに、このボタンを押したら帰れるんか。こっちの資料は、資料が不十分なため、ドリームランド探索部隊を派遣する。発表者多数。今後再組織者のパイロット、宇宙飛行士の育成を目標とする。なんのこっちゃわからんな。で、これが最後か。マホロバ社。マホロバ PSI について。マホロバ PSI とは、電機メーカーや様々な関連会社を持つマホロバ社が、関連事業のために立ち上げた研究所である。脳波による電子機器の操作を目標としている。化学燃料を使用せず、人の脳波のみで巨大装置を動かすことが可能となれば、世界中で起こっているエネルギー問題の解決の一歩となるだろう。この宇宙船も、通常の燃料の他に、マホロバ PSI より提供された最新エネルギー、再 MP を使用している。新エネルギー燃料、再 MP。再により機器に MP を付与させ、エネルギーとする。これが実用化すれば、燃料問題の革命ともなるだろう。大きな燃料を積まなくとも、再宇宙飛行士、パイロットさえ搭乗していれば、緊急時でも宇宙船を動かすことができるのだ。
つまり、超能力で宇宙船動かすか、脱出ボタン押すかって話か。どこにそんな超能力者がいるんだって話だがな。資料はこれで全部やもんな。ではここで。熊田は、どこからか見られている。そんな感覚に陥ります。アイデアの半分で振ってください。これは、成功失敗どっちがいいんだ。では、見られている気はしましたが、気のせいかなと思いました。何だったんだろうか。ってあれ、そういえばアメちゃんは自室で寝てたんちゃうんか。そうするつもりだったんだけど、他の部屋から何か物音が聞こえてきて、怖くて眠れなかったの。物音？どこの部屋から聞こえてきたかわかるか？いや、そこまではちょっと。じゃあ、みんなの部屋に宇宙猫がいないか調べさせてくれないか？うん、まあ襲われても困るからな。とりあえず自分の部屋から開けます。これは、皆さんついていきますか？部屋の前まではついていきますかね。ドアの外から見てる感じで。同じく。じゃこも気になるので後ろから見てます。みんな行くならついていくか。わかりました。前川が自分の部屋のドアを開けると、ガタガタと物が崩れ、荷物が動いています。駆け寄って中を改めます。中には、耳のない猫のような生き物がいます。はじめは警戒していましたが、前川の姿を確認すると、威嚇をやめ、猫のように喉を鳴らして落ち着きます。そしてここで、秘匿の処理が入ります。少々お待ちください。お待たせしました。前川が荷物を開けたところから、宇宙猫は、部屋の外に伊藤メテオがいることに気づきます。すると、宇宙猫はメテオの方に駆け寄り、メテオも、それを受け止めます。心なしか、猫も喜んでいるようです。何これ？どういう状況？俺ら3人置いてけぼりだ。ここで交流って触れますか？猫の気持ちを知りたいです。っていいですよ。交流ってなんぞ。ちなみに技能値100です。やばすぎ。情報は個別で送ります。わかりました。ふむふむ。ウルタールってなんだ？ウルタール？なんじゃそら。聞いたことないですね。伊藤さんは何か知らないか？さあな。俺も詳しくは知らねえんだわ。自分ら何の話してんねん。まあ簡単に言うと、この猫は会いたかった人に会えたから、次は故郷のウルタールってとこに帰りたいらしい。この状況でそんなこと気にしてる場合か。まず俺らが生きて帰ることが最優先やろ。それなら心配いらない。ウルタールはドリームランドにある。ドリームランドって、資料に書いてあったとこか。でもそこに行って、発狂者が多数出たって。そうは言うても、他に帰る手段もないし。とりあえず、グレイさんの部屋を見てみないか。もしかしたら何かあるかも。これ以上なんもない気するけど。皆さんは、グレイのカードキーを使って、グレイの部屋に入ることができます。じゃあ中調べます。中にはグレイの荷物があり、データなどを管理する端末が床に落ちていました。とりあえず拾います。他には何もないですか？まあそうですね。基本的には皆さんの部屋と変わりないんで。じゃあ、端末持って外に出ます。データ端末が落ちてた。みんなで確認しよう。その前に、一旦共用スペースに戻らへんか？では、共用スペースに戻ってきました。で、それの内容は？端末を確認します。端末には、5年前の宇宙飛行士を乗せた打ち上げの記録があります。宇宙飛行士の名前がそれぞれ載っており、全部で6名。そこには、聞き覚えのある名前も見つかるでしょう。これが、さっき星崎さんが言ってたやつか。結局大した収穫もなし、やっぱり脱出ボタンを押すしかないだろ。確かに、ある部屋は全部調べきったしな。その時、突然、大きな揺れが起こる。うわ、なんや。宇宙船は大きく揺れ、支える足場が月面に食い込む音がする。ここで、天文学、もしくは、伊藤のみ、知識を振ってください。天文学持ってないからいいや。持ってないけど一応行くか。いやさすがにヤバすぎる。こんなことある？とりあえず成功情報として、鉄心にしては大きすぎる、ということが分かっていいでしょう。地震波は強い散乱を受けるため、地球と違って、1時間近く揺れ続ける。一刻も早く月から脱出しなければ危険だ。成功した3人はそう思いました。ここから、皆さんは、限られた酸素の中で行動することになります。本来なら、ここでシークレットダイスがあるんですが、そこでクリティカルを反映しておきます。なんやこの揺れは。月の地震にしても大きすぎる。早く緊急用脱出ボタンを。こんな状態なら、もう隠しておけないわね。みんな聞いて。なんやアメちゃん、今はそれどころじゃ。私超能力者なの。え？それほんまか？今まで黙ってたけど、私、そういう施設で育てられたの。じゃあアメちゃんなら、もしかしてこの船を。操縦できるかもしれない。じゃあ早く操縦室に行きましょう。待って、その前に、この黒い端末を渡したい。これは？さっき管理室で拾った、一時的に超能力を使えるようになるアイテムよ。このコードの針を耳の後ろに刺したら使えるみたい。勘がいい人、感覚が鋭い人ほど強い力を目覚めさせるらしいわ。だから、私はこのアイテムをヤッサンに託したい。いやいやいや、俺にはそんなんできんて。ヤッサンしかいないの。嫌すぎるから、セルフで3チェックしていい？この中だと、ヤッサンが一番安全そうなんだよね。感覚鋭い人って言ってるし、まあ熊田ではないやろな。俺、こんな大役任されたないって。大丈夫、万が一私が失敗した時の保険だから。そんなやりとりを聞いて、熊田はビビッときます。あ、やっぱそうだよね。勘のいい自分になら、その装置を使いこなせると。まさかの熊田だった。なんか説明書読んでそんな気がしたんだよな。ヤッサンがいらないなら、自分がもらってもいいっすか？わかった、じゃあ直樹くんに託すわね。内心めちゃホッとしたので、産地の回復とか。それでは皆さんは操縦席に向かいました。
ここから宇宙船を動かすわけですが、どうやって動かしましょう？脱出っていいよねみんな。俺はボタンを押す派。自分はシートベルトだけ締めてアメちゃんに全部任せます。あとは頼んだアメちゃん。俺もアメちゃんに任せるかな。じゃあ超能力を使って宇宙船を動かします。わかりました。では宇宙船を動かすためのルールを説明します。まず超能力を持っていない探索者、今回で言うと前川、伊藤、熊田、ヤッサンの4人ですね。その4人がそれぞれ 1D 付与したいと考える MP を振り、与える MP を決定します。例えば MP を10付与したい場合、 1D10 で振って出た目が付与できた MP となります。当然自分の最大 MP 以上の MP を付与することはできません。 MP って0になったら死ぬんだっけ？ MP は0になっても気絶するだけですね。これはもう脳死でマックスベッドだな。そして付与した MP の合計値を3倍したものが宇宙船を動かす成功値となります。この判定は超能力者であるオリビアがサイコロを振るということで。責任重大すぎる。要するにみんなの MP を宇宙船に集中させて、それを動力にアメちゃんが宇宙船を動かすってことかな。それで合ってます。で、さっきチャコさんは失敗した時の代打と言ったんですが、イメージ的には2人一緒に操縦してどちらかが成功すれば OK という感じだと思うので、熊田だけ MP を与えるか一緒に操縦するかの選択になります。これめっちゃ迷うな。一番でかい数字で一発で決めるか、ちょっと小さくなるけど2回チャンスがあるか。あとそれとオリビアは宇宙猫からも MP をもらおうと思えばもらえそうだということに気づいていいでしょう。ただし宇宙猫は未熟な生物であるため MP を調節することができません。吸いすぎてしまうと生き物自体がもろく崩れてしまうということが分かっていいでしょう。この猫は絶対渡さん。結局出目次第な気するんだよな。みんな最大 MP どれくらいっすか？自分は9です。11。同じく11、最大31で出目が大体真ん中くらいと考えたら50前後かってことは 50%×2 で 100% だ。よし、決めました。熊田は付与しません。一緒に運転します。ここでアメちゃん一人に任せてたら男じゃねえ。直樹くん、わかりました。では前川、伊藤、ヤッサンの3人は付与したい MP の値を宣言して振ってください。自分はもう全部行きます。最大値の9、ここ大事だぞ。よっしゃ、最大値来た。まあ俺は5でいいや。あれ、ネコヤさん少なくね？うるせえ、俺にも考えがあんだよ。ヤッサンは1だけ残して10付与します。 OK です。3人が付与した MP は全部で19ポイント。この値をさらに3倍し、57% が操縦の成功値となります。そして MP を使い果たした前川は、気力がつき、座ったまま気を失いました。あとは、頼んだ。前川さん、アメちゃん、自分はもう準備できてるよ。アメも覚悟を決めます。アメ、行きまーす。ダメだ、失敗。大丈夫、その時のために俺失敗しました。それでは、機体のメーターは上昇し、全システムが稼働した。コックピット内のシステムはぎこちない稼働音の後、細やかな電子音を奏でた。大きな揺れを起こしながら、上空に吸い上げられるように緩やかに機体が離陸を始める。しかし、正面窓に見える宇宙はなぜかうごめき、フルートの音色が宇宙から響いていた。宇宙の何光年先の星々とは違う光たちから、様々な声が聞こえた気がした。万物を覆う静寂の闇は、生きている。そう捉えるしかなかった。果てしない闇、宇宙の真理、その姿を、探索者は知ってしまった。うごめきなびく暗黒は、生きていた。あなたたちは、眠る果てしなき魔王、アザトースを目撃します。あ、来たー。これ絶対見ちゃダメなやつだ。サンチェックです。失敗だー。成功だー。俺も失敗だー。ついに俺も、1D100 のサンチェックを体験するのか。成功で1D10、失敗で1D100。うおー、けー。48。76、絶対死んだ。はっ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 は。うわー、サンチュムだけ足りない。俺毎回こんなのばっか。伊藤とヤッサンは、想像に及びもつかぬ化け物を目にし、発狂してしまいます。しかし、そんな中で熊田とオリビアは、強靭な精神力を発揮し、精神を強く保つことができました。重力システムを無視し、神愛服がなびく。宇宙船は力を高め、無事地球へと発進した。宇宙船を動かすことに成功したのだ。地球。我々はこの美しい星に生まれた。コックピットから見える青き星は奇跡にあふれ、言葉にならない思いが込み上げ、この星に帰れるという安心を実感することだろう。大気圏へ突入し、高温度に上昇する機体を守るため断熱装置が起動する。速度は音速以下となり、円運動の後に着陸誘導に切り替わった。そしてパラシュートが開かれ、パラシュートの補助を受けながら操縦操作を行う。あなたたちは、無事、地球に帰還した。ミスカトニック宇宙局が援助に回り、多くのメディアが探索者の帰りにフラッシュを浴びせた。重力の里&から、足元が不安定になるが、しっかりと地球の地表を足に感じることだろう。しかし、探索者たちが宇宙で起きた事故や問題、状況について、真実に沿った説明を述べたとしても、それが報道されることはなかった。ビバ号は成功を収めた。宇宙旅行が実現する日も近いだろう。未来に輝かしい夢を描いたものばかりが報道され、しばらくの間盛り上がりを見せた。しかし、ミスカトニック宇宙局は、しばらく宇宙飛行士を乗せたロケットの打ち上げ実験を中止した。予算の問題、機器の機能性向上、安全性の見直しのためなど、様々な理由が挙げられたようだが、果たしてそれは本当なのだろうか。
リバとは、イタリア語で万歳を意味し、直訳すると、生きよ、という意味である。スペインでは、今ここで生きていることを喜んでいる、ということを表している言葉だ。クプルフ神話 TRPG、リバ、これにてセッション終了となります。お疲れ様でした。